日本で先行上映始まりましたね。あれ多分あれだよ、先行上映ってことは多分日本が一番最初に来てんだろうね。うん、まあちょっとどれくらいの範囲の先行なのか分かってないんですけども、はい、始まっていました。今日ね見てまずもう真っ先にちょっと感想が喋りたいなと思っちゃって動画回してるんですけども、あめっちゃネタバレするけど最初ネタバレしない範疇で話そうか。これから見に行くっていう方がまあなんかどういうね、どういうこうあれになるのかね、あの一回見に行った人が本編触れずに見た感想を一回ちょっと前半いる、後半はちょっとストーリーのこと言っちゃうわ。はい、ですね、あの皆さんがずっと思っていたあのピカチュウおよび他のポケモンたちのデザインね、あの CG でねめっちゃリアルになってて怖いみたいな、キモい怖いみたいな意見あったじゃないですか。あれ本編見てるとね、最後の方まで来るとねもうね全然気になんなくなるね。うん、ピカチュウめっちゃ可愛いってなったもんだって。後半そう、もうね中盤な、まあ、いろんなシーンがあるかちょっと言えないんですけども、もうだんだん目が慣れてくるね。うん、ただあの CM とかで出てきてたやつらいるじゃん。うん、あの特にエイパムとかがお前どうしたみたいな感じで言われてたんですけど、あれはねただただキモかったね。うん、あれはかわいいのかみたいなね。うん、でもあのエイパムだけじゃないんでね、まあいろいろいるんですけど、ちょっとまあそれは後々ね話しますけども、あとね今回ねあのちゃんとですね最後まで見た方がいいですね。うん、あの見に行く方マジ一番最後にですね、まあちょっとスタッフロールみたいな、まああれちょっと飽きちゃうんですよね。なんですけどそのスタッフロールの時に日本の歌も入ってた。ちょっと後で調べてみるけどね、もう使われてて、であとそれが終わった後にねちょっと予告編とかが流れるんですが、それがまあグッときましたね。はい、っていう感じだったんで非常に面白かった。見に行った方がいいです。あのね世代とかもねもうだいぶ幅広いんですよ。だから例えば初代しか知らないって方だと、このポケモン何みたいな、そもそもの名前が分かんないみたいなやつが出てきちゃうかもしれないんですけども、でもおなじみのポケモンたちいっぱいいます。なあ、まあこの山田チャンネルのポケモン GO のね、実況普段やっていますので、ポケモン GO でね知ったっていうようなやつらも結構ボボ出てきますので、はい、非常に面白かったです。ポケモンと現代というかその、まあ、現代ともちょっと違うんだけど、現実世界をクロスさせたら多分こうなるんだろうねみたいな、ほんとリアルになんか描かれてるなと、あと思いましたね。あとねストーリー自体はそんなに難しくなかったんですよ。結構わかりやすい、子供が見てもね普通に理解できるんじゃないかな。印象的な、シーンとかだいぶその絵で説明してくれてるし、何よりポケモンたちの動きがすごい、面白いのでね、僕は、全然人にお勧めできるなと思いました。はい、でここからちょっとネタバレいきますよ。はい、映画見た方もしくは見ることない方はどうぞ見てください。はい、5秒だけ待ちますよ。はい、始めますね。エイパム怖すぎ、マジで。エイパムがめちゃめちゃ怖い。R を吸っちゃってな、もうゴリゴリでいくよ。はい、R っていうね、なんかその最初ね、主人公の男の子が、いや、自分の親父さんがですね、探偵やってるんですけど、その探偵やってる親父さんが、事故で死んでしまったって言ってね、で、その自分の そのお父さんの部屋に行くわけですよ。渡辺謙演じるね、吉田警部補、っていう、まあ、人から、その、お父さんの部屋の鍵もらって、で、開けて、で、その中にあった R っていうのね、が、なんか書かれている小瓶があって、小瓶っていうか、なんかこう、なんていうのかな、こう、なんこういうの、こういうの、こういう星長いガラスのやつがあって、これキュキュキュって開けたら、なんかね、ブッシューって紫色のね、液が出てきちゃって、で、これが R、あるってやつなんだけど、劇中でめっちゃね、結構重要なアイテムなんですけど、これを吸っちゃったエイパムたちが全員暴走しちゃって、その暴走したエイパムの群れに襲われるシーンがマジ、あれはホラー映画だよね。ゾンビものと同じような恐怖を感じて僕は。しかもエイパムのこの後ろのさ尻尾の手がビターってこうもうこう捕まったみたいな感じも怖えし、牙剥いてるエイパムの群れギャーってくるのも怖えしさ、あれ子供泣いちゃうよ絶対。まあ今日僕見に行った回、子供ちっちゃい子はいなかったんですけど、多分ね、はい、大人が多い印象だったんですけど、めちゃめちゃ怖い、あれやめた方がいい。やめた方がいいはおかしいけど、はい、心してね、見てください、これから見る方は。はい、あとはやっぱりねポケモンのグラフィックも良かったんですけど、ドダイドス出てきたよね。ドダイドスが出てきたところ、超巨大のね、そのいやなんか遺伝子操作をされてしまったポケモンたちっていうのが今回出てくるじゃないですか。で、その中にいるドダイドスがでかすぎて、なんかあれもなんかね人間の都合で大きくされてるわけじゃないですね。もうゴジラみたいなサイズにさせられちゃってさ、あれも
なんかそのまあね、アクション要素みたいな、そっからね主人公たちがわーって逃げろみたいななってるアクション要素の、なんかシーンになってるんだけれども、やっぱそこなんだよ、僕がなんか思ったのは。そういうその薬品とか人間のこうエゴでポケモンたちに手を加えてしまっているっていう、だから言ってしまえばなんかその要はボスのね、あのおじいちゃんいるじゃないですか、あの人がなんか本家のゲームでいうところのロケット団的なね、ロケット団の榊とか、そういうなんかこうポジションなのかなと思ったんですけど、にしてもなんか本当自分本位だったよね、なんかね。うん、息子の方がまだ救いがなんかあったね。あとはそうだな、ヒロインの女の子は可愛かったわ、めっちゃ可愛かった。うん、でもなんかちょっとね、ちょっと変なんだよね。ちょっと変だけど可愛い女の子っていいよね。ああいうのグッときちゃいますよね。うん、あとは何が面白かったかな。あとそうだな、ミュウツーだね、やっぱそうなるとね。あの作品はマジミュウツー推しですね。本当にミュウツーに始まりミュウツーに終わる作品。うん、あとミュウツーが万能すぎる、強すぎ万能すぎね。ミュウツーが、あれすごい。だってもう全てのポケモンたちがね、あの R のせいでさ、全部のポケモンたちが一緒になっちゃってさ、人間とポケモンが全部一緒になっちゃって、魂がポケモンに入っちゃってって、みんなが街の人たちがわーってなったとこやつをミュウツーが戻すことはできるって言って全員こうショーンつって戻してってさ、で、あそこやばい俺最後。いやさ、失踪していたお父さんをさ、主人公はずっと探していてさ、でお父さんがどこだって言ったらミュウツーだけはどこにいるのか知ってたみたいな。ミュウツーが実はその事故にあったね、お父さんの魂をピカチュウに入れて、で、その、実はそのピカチュウが、名探偵ピカチュウのね、主人公だけが声が聞けたピカチュウで、もうそれを、ずっとそばにいたんだよ、みたいな。お父さんを探すために、一緒に手伝ってくれていたピカチュウが実はお父さんだったって。ピカチュウがお父さんだったって、斬新だよね、やばいよね。めっちゃいいなと思った。あれはちょっとね、グッときちゃった。あれはね、うるっときちゃったね。今回ね、僕ほんと映画見に行くとマジ速攻泣いちゃうんですけど、今回は泣かなかった。うん。涙は流さなかった。というのも昨日ほぼ徹夜みたいな感じでちょっと眠かったってなるんですけど、いや、集中したよ。ストーリーはめっちゃ面白いから、めっちゃ集中したよ。ただ、眠くなりかけるのをバカバカみたいな感じでやってるから、リセットかかっちゃうんだよね、感じのみね。うん。だけども、面白かった。とはいえ面白かった。すごいですね。こう眠気が吹っ飛ぶような、そんな、作品でございました。ミュウツーつえーというのが、最後の感想かな。とにかくポケモンの CG、グラフィックがですね、ちょっと受け付けないって思ってた方は、試しに行ってみてください。めっちゃ面白いです。慣れます。人間慣れるんだなってことを自分でも思いましたね。はい。ということで、非常に面白かったです。名探偵ピカチュウ。はい。全国でもう絶賛放送中、ロードショーでございますので、行ってみましょう。はい、そんな感じです。感想動画でございました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。